どうも、複雑ドーパミンのアルカリです。はい、ということで今回なんですけど、ビジュアルキャットさんですね。はい、ということで、去年の11月にですね、僕の大好きなポイドルというバンドが解散してしまったんですけども、そのポイドルのメンバーのボーカルの綾瀬奈々さんと、ベースの綾瀬奈々さん、兄弟なんですけど、この2人。この2人が、YouTube チャンネルを開設したということで、ちょっと今回はこれについて語っていこうかなと思います。はい。綾瀬兄弟っていうYouTube チャンネルを開設して、一応 YouTuber になったんですかね。僕個人的に思うことなんですけど、シンプルにポイドルのファン、じゃあ僕がサファイアとしてやっぱりこう2人が元気でいるってところを見られるだけで正直嬉しいですね。ちょっとね、まだ動画も2本ぐらいか、ちょっとね、まだどういう動画をちょっとやっていくかっていうのはあまりわかんないんですけど、個人的には。だから俺がめちゃくちゃ見るような感じの動画のテイストのチャンネルになるかっていうのはちょっとわかんないんですけど、チャンネル登録しましたね、普通に。自分としてはね、一応同じ YouTuber になったって部分で、ね、今後どういった動画をお二人が上げていくのかシンプルに楽しみでございますね。実は今回この綾瀬奈々さんと綾瀬奈々さんが YouTube 始めるってことに関して、サファイアの皆さんどう思いましたか？腹痛ドーパミンの視聴者の方でね、ポイドル好きな人多分いっぱいいると思うので、もしよければコメントください。はい、というわけで今回はこんな感じでお別れしたいと思います。じゃあそこ。